僕が高校3年の時に鳥巻龍という体育教師が担任になった。自分の言うことを聞く年下の教師ばかり鳥巻として従え威張り散らしているので、ものすごく評判が悪い先生だ。俺が今日からお前らの担任になった鳥巻龍なのだ。最初に言っておくが、俺は空手五段で中国武術もやっていたのだ。とてつもなく強そうなのだろう。お前ら俺を怒らせるなよ。わーちゃー、わーちゃー。そしてこの鳥巻先生が後に大問題を起こすことになる。僕が所属する美術部の顧問は可愛い伊予先生。今年が教員1年目の可愛い先生だ。鳥巻は可愛い先生に一目惚れしたらしく、何かと理由をつけてよく美術室に顔を出していた。今日も生徒たちは頑張ってるのだね。お、今日は可愛い先生も描いてるのだね。ええ、まあ。うわ、変な絵、ピカソみたいなのだよ。変ですかね。可愛い先生可愛いのだから、もっと少女漫画みたいなメルヘン絵を描くべきなのだよ。ひょ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 。先生、邪魔するなら出てってもらえませんか。なんだちょ、中国武術の達人の俺に向かってそんな口の聞き方していいと思ってるのだ。後日、可愛い先生まあ大変な絵描いてるのだよ。そんなのよりちょっと俺の似顔絵描いてくれませんちょ。わかりました。やったちょ、できました。あいやー、なんなのだよこれは。そんな日が何日も何日も続いた後、河合先生はついに学校に来なくなった。そしてなぜか美術部の臨時顧問が取り巻きになった。お前ら、河合先生を困らせることでもしたのだ。それは取り巻き先生が。何が言ったちょ。いえ、何も。河合先生は一週間休んだ後、やすれた姿で登校してきた。先生、顔色が悪いですよ。大丈夫ですか？大丈夫。休んでばかりもいられないから。やっぱり、鳥巻先生のせいで。気にしないで。さ、部活始めましょう。私も帰っちゃおうかな。はあ、河合先生心配したのだよ。鳥巻先生。体調良くなったのだね。今日も変な絵描くんですちょ。いや、その…鳥巻先生、河合先生はあなたのせいで学校を休んだんだと思いますよ。ちょっと…俺のせいだと。河合先生、違うのだよね。いえ、それはその…いえ、鳥巻先生、あなたのせいです。あなたが毎日私の絵や私の生徒をバカにするからです。あなたのような貧弱体育教師に口を出されるのは不愉快なんです。俺はこう見えても強いのだよ。こうなったら実力行使なのだちょ。河合先生が俺に腕相撲で勝ったら、もう二度と河合先生には近づかないし、美術部にも来ないのだ。その代わり、もし俺が勝ったら俺とお付き合いするのだよ、河合先生。そんな、女性と腕相撲勝負なんて汚いですよ。いいですよ、やりましょう、腕相撲。河合先生、手加減はしない。あいやー、約束通り、もう二度と私と美術部には関わらないでください。俺はただ可愛い先生のことが好きなだけだったのだちょ。ちなみにですけど、
今日のことも含めて今までの発言全部録音してありますから、今後他の先生や生徒を困らせるようなことをしたら、この音声を教育委員会に提出させていただきますので。サモハン、すいませんでした。次の日、腕相撲で若い女の先生に瞬殺された噂は学校中に広まり、今まで先生が従えていた取り巻きたちも愛想を尽かして離れていった。先生は人が変わったように高圧的な態度から低姿勢になり、標準語を喋るようになった。なんだか嫌なやつだったけど、僕の高校生活で一番印象に残った人は取り巻き龍という男だった。